はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、長沢文具センター梅田茶屋町店システム手帳サミット2021春に行ってきたはい、まあ、これね、実は4月の頭にあったイベントなんですけど、ちょっとね、いろいろ写真を整理してたりとか、あとは何話そうかなって思ったり、あとはね、リアルにちょっと忙しいとかも、なんかいろいろ重なりまして、ずーっと公開のタイミングを逃し続けて、今ね、2021年4月の後半にね、この動画を収録してます。もうちょっとね、早く出したらよかったんですけど、申し訳なかったです。でね、このイベントですけどね、自分ゆっくりもちょっとすることができなかったんですよね。で、まあ、写真の方もね、パシャパシャ、急いでね、撮ったやつもあって、中にはちょっとブレてるやつとかもね、まあ、あったりとかして、まあ、申し訳ないんですけど、まあ、その短い時間の間でもですね、まあ、非常に楽しめたイベントでした。で、その時のね、購入品とかもありましてね、本日はまあ、その時撮った写真並びに、まあ、購入品とかを交えながら、まあ、このね、イベントについての、まあ、魅力とかですね、まあ、素敵な思い出みたいなのを紹介したいなと思うんで、ぜひですね、最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい。ということでですね、まあ、今回のですね、まあ、イベントのチラシといいますか、まあ、はがきサイズぐらいのやつなんですけど、はい、ちょっと紙の方を出したいなと思います。それがこちらになります。じゃーん。はい、こちらなんですよね。じゃあちょっとですね、拡大していきますね、ぐぐっと。はい。まあ、今回ですね、自分が行ってきたイベントっていうのが、はい、ここ、梅田って書いてあるんですけど、これはちょっと後で出しますね。はい、システム手帳サミット2021春というふうなイベントに行ってまいりました。このね、システム手帳って何かと言いますと、まあ、手帳もいろいろ種類があるんですけど、特にですね、ここをご覧ください。こういうふうに金具がこういうふうにしてありますよね。まあ、ここの両端をポンとするとパカって開いてね、中を自由に差し替えることができるんですけど、まあ、そういうふうな感じでシステマティックに対応できる手帳のことを、まあ、大体システム手帳という感じになります。まあ、それに非常にフォーカスが当てられた、まあ、イベントですね。なんで、まあ、システム手帳の他に、まあ、それ周辺の関連アイテムとかが、まあ、いろいろ、まあ、展示されているような、まあ、そんな感じのイベントになります。販売もあるような感じですね。で、まあ、2021年4月3日、4日、まあ、この2日間、朝の10時から19時まで。で、最終日に関してはもうちょっと時間が短いんですけど、まあ、こういうふうに行われたイベントになります。ですね、このような素敵なイベントなんですけど、これが行われたところが、長沢文具センターさんになるんですけど、ちょっとですね、これ名刺の方を出したいなと思います。こちらになります。はい、こちらなんですよね。はい、長沢文具センターさん、まあ、本店の方が神戸の三宮、兵庫県のところにある感じなんですけど、まあ、いろいろ支店の方があります。で、この長沢文具センターさんのこの梅田茶屋町店さん、はい、これが大阪駅にかなり近いところにありまして、まあ、歩いて行ける距離のところにある感じになります。なんかこれね、まっちゃんみたいなね、こんな名刺をしてるんで、うん、しかもこの茶屋町っていう感じなんでね、なんか田舎のなんかこういうふうな一軒家みたいな感じがしたりするんですけど、別にそういうわけではなくてですね、大きい純駆動さんの中に一角あるような感じになります。まあ、そこまでスペースはないんですけど、非常に魅力的な商品とか、いろいろあったりとか、スタッフの方も優しかったりするんでね、ぜひですね、まあ、行かれた際、最寄りに、まあ、遠方の方で行かれた際はね、はい、行ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、というような感じのね、まあ、システム手帳サミットなんですけど、じゃあ入り口の方からね、早速まあ、紹介したいなと思います。こちらになります。はい。まあ、これ入り口になんかこんなやつが置いてありました。まあ、もっとね、これよりも詳しいお品書きなんですけど、ちょっとこのチラシはね、自分取り損ねた感じなんですよね。はい。じゃあちょっとですね、これを拡大したやつを出したいなと思います。まあ、こうですね。まあ、上の方と下の方をこういうふうに撮ったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、2日間に分けて、まあ、片っぽの時しかやってないようなイベントも、まあ、中にはあったりもしたんですけど、まあ、こんな感じでですね、まあ、いろんな方が来られてました。で、この、はい、趣味文でおなじみの2人ですね。もうちょっと趣味の文具箱の A 出版さんはちょっと大変なことになったりとかもしてたんですけど、まあ、お二人とも元気でね、いらっしゃってました。で、小日向さんもですね、はい、なんとイベントで来られてたというのは、まあ、そんな感じになります。はい、まあ、こんな感じのイベントですね。まあ、結構システム手帳とかがバーってこういう風に、見えたりとかして、まあ、やっぱりシステム手帳が、まあ、メインの感じの、まあ、イベントかなという感じです。はい。で、まあ、何円以上買った方には、まあ、こういうのもプレゼントっていうふうな感じですね。M5 用のリフィルストックボックスみたいな感じですね。
はい、まあ、こんな感じがまあ入り口に置いてある感じなんですけど、はい、まあ、ちょっとね、入り口まあ上がっていきますと、まあ、結構人がまあいらっしゃったような感じで、まあ、人をなんか撮ったりとかしてモザイクあまり入れるもあれだったんで、まあ、今回はあの店の全体みたいなのはまあ撮ってないような感じになります。で、ブースのまあちょっと一部ですね、まあ、全部じゃないんですけど、まあ、撮ってきたやつがあるんで、まあ、皆さんにあのそれをお見せしたいなと思います。まずはですね、あのこちらから行きましょうか。はい、こちら、はい、これね、なんかね、アルコールアートっていうね、なんか面白いやつされてたんですよね。なんか紙がこれ、なんか特殊なやつ、ユポシかな、なんかちょっと水を弾くようなやつなんですけど、はい、まあ、ここのところになんかこういうふうに液を垂らして、こういうふうに乾燥をまあさせてあげると、なんかこんな感じの幻想的なアートができるよっていうふうな、まあ、こういうふうな提案ですね。で、まあ、こういうふうにあのそれができる、まあ、グッズみたいなものは一緒に売られてた感じになります。で、ちなみにあのこれ、写ってるやつ、ここですね、ここに置いてあったやつをこれ、いただいてきた感じになります。はい、でね、まあ、こういう風な感じでですね、拡大してみるとこんな感じのアートです。うん、なんかこれいいですよね。なんかホテルとかのあのエントランスのとことかにボンって飾っておけるような、なんかこんな感じのやつなんですけど、はい、まあ、こういう風な絵が描けるキットみたいな、まあ、こういうのがまあ売られた感じになります。で、まあ、他ですね、なんか置いてあったんで面白かったのがこれですね。はい、なんかこれね、ボックス、なんか化粧品入れるような、なんかボックスみたいな感じなんですけど、ここにね、なんかいろいろ文具とかこういう風に入れられるようになったね。こんな素敵なボックスみたいなのもまあ売られてた感じになります。もう犬もね、これびっくりですよね。はい、でもこれね、なんか壁子ってこういう風に書いてあるんですよね。壁子犬もびっくりというようなね、なんかこんな収納がまあ売られてました。これもね、値段ものすごいもうべらぼうに高いのかなって自分思ってたんですけど、うん、まあ確かに高かったんですけど、そこまですごいね、目玉が飛び出るような額ではなかった感じですね。はい。で、まあ、他にこういうふうに紙系もこういうふうに売られてました。はい、もうこのグラフィーロとかね、結構有名なやつだったりしますよね。はい、まあ、こんなやつとかもまあ売られてました。でね、まあ、ここのね、右側のとこなんですけどね、これはい、まあ、長沢文具センターさんのこれ、オリジナルの商品かな。はい、なんかこの手帳のところのこういうふうに刺すやつなんですけど、こういうふうにボコンとね、この、ペンループみたいなところがこういうふうに大きくなったような、まあ、こういうふうなリフィルみたいなのもまあ売られてた感じになります。でね、趣味分のね、方も来られててね、この時ね、趣味分のね、すごいセールをやってました。はい、出血大セールっていう風に書いてあってね、20% から 30% オフなんとされてた感じですね。はい。まあ、結構すごい勢いでね、これ売れてるみたいで、ね、もうだいぶなくなりかけてた時には自分行った感じになります。で、特にね、面白かったやつはね、ここに置いてあったやつなんですよね。ちょっとこれね、フォーカスを当てて紹介したいなと思います。はい、なんかこんな感じのやつなんですよね。はい。なんかすごい、なんかゾウ、なんか、賞取った時のなんかね、トロフィーみたいな感じなんですけど、これ何するやつかと言いますと、これ、M5 手帳がこういう風に並んでるんですけど、それをですね、ブックエンドみたいな感じでね、こういう風に立てることができるっていう風な、そういう風な素敵なアイテムなんですよね。これちょっとね、個人的におって思いましたね。はい、まあ、こんな感じでね、こういう風に M5 手帳をこういう風に立てることができたり、まあ、これをね、これはまっすぐなんですけど、はい、まあ、こんな感じで扇状、はい、もう一回ちょっと出すんですけど、こういう風にしたり、こういう風にしたりとかね。はい。まあ、こんな感じで、置くことができるよっていう風な、まあ、こんな感じの素敵な、まあ、ブックエンドみたいな感じのやつですね。はい。でね、これは素敵だな、いいなって思ったんですけど、うん、お値段の方がね、ちょっと割としたような感じになります。これ値段の方はちょっとあれかな。はい。まあ、ちょっと写真でうまいこと撮れてなかったんですけど、あとはですね、こちらですね。これがガルーシャですね。これエイの皮ですね。はい。まあ、使われた、まあ、こういうふうな贅沢なやつなんですけど、まあ、こういうふうなやつも、まあ、お安く売られてた感じになります。はい。でですね、あとはですね、こちらですね。はい。はい。これ、金地智子さんっていうね、これ、地分堂って読むんですけど、はい、まあ、ここのところがね、ちょっと面白いリフルを出されてたんでね、これを皆さんと一緒に見たいなと思います。はい、それがね、こちらなんですよね。じゃーん、はい、ご覧ください。これ、まあ、リフィル、バイブルサイズのやつとか、まあ、M5 サイズの大きさのやつがあるんですけど、なんかですね、変わったこういう風な、罫線みたいなのが引いてあったりとかしますよね。はい、かなりですね、ここのですね、リフィル、結構ね、見た目が面白いやつがいっぱいあるんですよね。まあ、これ他のアングルから映した、まあ、他のやつなんですけど、はい、ご覧ください。なんか斜めになったやつとかね、なんか非常に面白いなんか形のやつとかがあったりもします。はい、ご覧ください。こんな、なんかすごいですよね。なんか花札みたいな感じですよね。なんか月にこういう風になんか山があって。でもこれ花札でもない
なんか花札よりもよもっとなんか幾何学的な感じにもなってますし、このね月のところご覧ください。これ丸になっててね、ここのところがこういう風に線がこういう風に引いてあるんですよね。はい、そうなんですよね。この月のところをこの時計にすることができたりとか、なんかこういう風にね結構テクニックなことがね結構してある、結構デザイン的にもすごい綺麗なねこういう風なリフィルの方を、まあ、売られてたところになります。でね、まあ、こんな感じのやつとかですね、はい、これもおしゃれにねこういう風にやられてますよね。これ思わず自分素敵だったんでねこれのねアソートセットを自分買った感じになります。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、こちらの方ね自分買いました。これねはい、この吹き寄せパックみたいな感じでね、なんかおかきのなんかいろいろ味が入ったセットみたいな感じなんですけどね、はい、いろいろ入ったお試しセットじゃないですけど、こういうやつを買いました。これなんか後ろ分度器みたいなこういうのも入ってたりとか、表はなんかこういう風な感じになったやつですよね。これ 1,2,3,4,5 種類入ってるんですけど、ちょっとこの5種類取り出したやつがあるんで皆さんと見ていきたいなと思います。はい、こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、まあ、これが先ほど見たようなやつですよね。でこちら、はい、これなんかなんかね、流れるような感じでさっき綺麗にデコレーションしてたんですけど、これなんか木目のようにも見えたりもしますよね。はい、これ非常に面白いかなと思います。これ木軸と一緒に合わせたいなとかも思ったりもしますし、結構綺麗ですよね。いいですよね。でこれ紙もですね結構ちょっとクリームがかったような感じでね、いい感じのね質感の紙なんですよね。これ持ってたりとかしてこうやってサワサワしてても結構気持ちよくなるようなやつになります。でこんな吹き出しみたいなやつがあって、これも面白いですよね。ここのところになんかイラストとか書いてもね面白いですし、シール貼っても面白いかもしれないです。まあこういうようなやつとか、あとはこんな分度器みたいになったやつとかですね。はい、あとはこんななんか丸がいっぱいこういう風なあるやつとか、結構これインスピレーションかきたてられていい感じですよね。まあぜひデザイナーの方とかですね、まあ、ちょっとクリエイティブな仕事されている方、まあそうじゃない方とかもですね、これ結構手帳自体が映えるんじゃないかなと思うんで、まあこれ購入してみてもいいかもしれないですね。はい、というような感じのねこの自分堂さんですね。はい、これもともとペイン&メッセージさんっていう、まあ、神戸の、まあ、ここも有名な、まあ、小さいお店なんですけど結構有名なお店がありまして、はい、そこのところにねもともとなんかいろいろ売ってあったところなんですけど、まあいろいろ今は幅広く活動されてるようです。ちなみにペイン&メッセージさん国営&コーさん皆さんご存知ですかね。そこから歩いて行ける距離のところにねあるんで、ぜひ遠方の方でね神戸の方とかね兵庫県の方に行かれるときは、まあ、そこを寄ってみてもいいんじゃないかなって思ったりもします。はい、というのはね、まあ、この地分堂さんのやつも面白かったですね。でね、次はですねこちらの方を紹介したいなと思います。はい、こちらこれねまあ、普通の、まあ、手帳のリフィルのように見えるんですけど、はい、これね実はね美濃の和紙っていうやつがね使われてるやつなんですよね。はい、これ本美濃紙っていう風にこういう風に書いてあるんですけど、はい、じゃあもう一個ねこれ出しますね。はい、こんな感じのやつです。これねちょっとね穴が開けづらいような感じにはなってるんですけど、これね思わず自分は買っちゃいました。はい、それがこちらになります。はい、こちらこれまあ330円でまあこういう風にまあお試しみたいな感じでこれ買ってみた感じなんですけど、これね美濃の和紙っていうやつが使われてます。美濃の和紙のこれねさらに切れ端みたいなのもいただいたんですけど、はい、これ見るとね皆さんちょっとね驚かれると思います。こちらになります。はい、まあねこれ後ろはこういう風に透けてますよね。これ非常に薄い紙なんですよね。でね、まあ、同じようにですね、まあ、こういう風に細く切ったね普通の紙の方をね、まあ、2種類ほど出したいなと思います。はい、それがこちらです。はい、こちらです。これはですね、まあ、その辺にあった、まあ、コピー用紙と、あとは落書き帳の用紙を自分これ切ってみたやつなんですけど、これですね、まあ、後ろこういう風に不透明ですし、これよりも明らかに太い紙なんですよね。これをですね、引っ張るとどうなるか、はい、まあ、ちょっと引っ張ってみますね。これ普通の紙なんですけど、はい、まあ、こういう風な感じでベリーってこういう風に破れちゃいます。うん、まあ、これはまあ当たり前だと思いますね。で、こっちに関してもそうです。はい、これはコピー用紙なんですけど、こういう風にグーって引っ張ると、はい、まあ、こういう風な感じでベリってこういう風に、はい、破れちゃうんですよね。じゃあですね、これどうかというんですけど、はい、これちょっと引っ張ってみますね。まこれカーってものすごい力入れてね、もう指のこことかなんかすごい色になってるんですけど、あーんってこういう風に引っ張るんですけど、なんとねこれビクともしないね、薄いんですけどビクともしない強度なんですよね。
いやもうびっくりです。はい、まあこんな感じでね、薄いんだけどこういう風に強いっていうのがこのね、美濃の和紙の特徴になります。え、じゃあそんなん切れないんじゃねえのっていう感じなんですけど、うん、でもですね、まあさっきパンチではちょっと開けにくいかもなんですけど、ハサミだとこういう風な感じですってこういう風にすぐ切れるような、まあこういう風な特徴を持ったやつなんですよね。いやーこれなんか不思議ですよね。なんかマジックみたいなんですよね。はい、まあ、これがね、面白くてね、まあ、ちょっと買った感じなんですけど、この美濃の和紙っていうのはですね、まあ、日本の結構ずっと伝統のやつになります。でね、何によく使われてるかと言いますと、提灯とかね、明かりとかの周りの素材とか、そういうのとかですね、まあ、それをですね、こういうふうな手帳とかそういうのにも活かしていけないかみたいな、まあ、試みをされてる方が、まあ、いらっしゃいましてね、まあ、その、お話とかを聞いて、おーってなったりとかもした感じです。やっぱりね、なかなか伝統をそうやって継ぐ方が、まあ、今少なくなっておられるんで、ぜひですね、まあ、この動画をお聞きの方で神に興味があるよとかね、今のこれがうわなんかすげーって思われた方とかはね、いろいろ目指されてみたいとかね、いろいろ活用とかねしてみても盛り上がっていいんじゃないかなって思うんでね、ぜひまあね、そういう風に興味を持った方はまあ自分ないしね、まあ、この展示をされてた方がですね、神戸万吉さんっていう方なんですよね。まあ、下のところにまあ概要欄のところにも書いておくんですけど、その方は YouTube の方とかもねされたり、まあいろいろ文房具のことを発信とかもされてる方だったりもするんで、まあ応援の方をしてあげてください。はい、というふうな、ね、感じのこの美濃の和紙、非常に個人的には興味を持ちました。で、あとはですね、これすごいのがですね、普通紙ってね、だんだん黄色くなっていったりしますよね、時間が経つと。このね、美濃の和紙に関してはね、なんかね白くなっていくみたいなんですよね、逆に。はい、でしかもですね、この紙なんですけど、今こういうふうにまあ、切ったやつなんですけど、これまたね集めてね溶かすと再利用することができるっていう感じなんで、そうですね、今結構言われてる SDGs とかですね、はい、まあ、それにもかなりいい感じなんじゃないかなと思うんで、結構これいろいろなことが言える紙でもあるんでね、個人的にはあ、これすごいなって思ったりもしました。はい、というのはね、この美濃の和紙ちょっと驚きでしたね。で、次はですけどね、はい、ブレイリオさんっていうところを紹介したいなと思います。はい、こちらになります。はい、まあこれちょっと顔にモザイク入れたんですけど、はい、まあ、こんな感じで、はい、なんかやられてました。はい、手帳をこういう風に並べてあったんですけど、ここのね、ブレイリオさんって皆さんご存知ですかね。はい、まあ、ちょっといろいろ出しますけど、はい、まあ、こういう風なマークのところになります。あとはね、なんか飛行機が飛んでるようなマークみたいなのがしてあります。まあ、インスタグラムの方とかもされてるんですけど、はい、まあ、この時のちょっとね、この名刺の方いただいてまいりました。ちょっと出したいなと思います。こちらになります。はい、ブレイリオさん、はい、まあ、こんなところになります。まあ、インスタグラムの方もね、こんな感じでされてるよっていうところになります。はい、でね、ここのところね、自分実はかねてからちょっと知ってたんですよね。まあ、それがね、まあ、何がね、まあ、有名かというと、はい、まあ、これお品書きとかは書いてあったんですけど、このロイヤルコード版、はい、ここコード版がね、結構まあ、個人的にすごい有名かなっていうところだったんですよね。まあ、ガラスのショーケースの中にね、ボーンって入ってて、結構ね、これお値段もまあするんですよね。なんで、あ、お高い手帳だなっていう感じで、あ、まあ、うん、なんか高いとこだなっていうのが自分ずっとあって、あまり触る機会がなかったんですけど、はい、このね、イベントの機会でね、まあ、いろいろ触ることとか見ることができました。はい、まあ、名前もこうやってお入れすることができますみたいな感じで、こういうふうに書いてあるんですけど、はい、これがね、その、まあ、コード版のそのやつですね。はい、これコード版って何かというと、お馬さんのお尻の皮のところですごい丈夫なやつなんですよね。これ触るとね、多分びっくりすると思います。硬くてね、スベスベしたなんか感じなんですけど、今そうですね、ちょうどね、ゲームでね、馬娘ってすごい人気だったりもするんですけど、はい、これお馬さんのやつです。はい、これ非常にね、長持ちするね、革でね、非常に質感も良かったりするんで、ぜひね、まあ、高いんですけどね、長持ちするというやつになったりします。でね、まあ、こんな感じのね、買いらしいね、なんか手帳とかもまああった感じになります。これモルビドっていうやつですね。この脂肪的な感じですね。この加工がいい感じですよね。はい、まあ、結構ね、さっきみたいなこんなね、自分の中ではこういうコード版っていうイメージがドーンってあったんで、結構お堅い、なんか主に男性向けのブランドかなって思ってたりもしてたんですけど、なんかこんな感じでね、女性受けするようなやつも出されて、あ、なんかいいなってね、なんか思いましたね。結構、あ、カジュアルな路線もやるんだなっていうのをちょっと知りました。まあ、こんなやつもとかも結構おしゃれですよね。はい、でね、この辺のね、革なんですけどね、これ最近非常にあれですね、話題のやつですね、ミネルバボックスっていうやつをまあ使われてる感じになります。まあ、こんな感じでカラー展開もいろいろあっておしゃれですよね。
はい、でね、まあ、先ほどのね、あのコードバンなんですけどね、まあ、これのなんかナチュラルな、こういうふうな、色がね、なんと黒じゃないようなね、コードバンとかもこうやってね、売られてて、これちょっとびっくりしましたね。はい、ナチュラルコードバンというやつなんですけど、ただお値段の方がね、かなりあの、まあ、高いような感じになります。でもね、かなりね、ここのね、ブレイリオさん、質感がすごいしっかりしてるんですよね。これね、実物見たらね、もう本当にあの驚くと思います。すごい肉厚だったりとかね、あのすごいあの丁寧にね、あの仕上げがしてあるんで、まあすごいあれなんですよね。でね、まあ、先ほど見ていただいたこのミネルバボックスっていうやつなんですけど、まあ、こんな感じの色なんですけど、これね、あのエイジングしていくとこんな感じの色に変わっていくんですよね。これむちゃくちゃ育てがいがあっていいですよね。もうかなりこれ見て、うわエモいな、これいいなって思いました。あの肌触りもね、かなりこれいいんですよね。でね、ブレイリオさんのね、すごいところがですね、ここのところなんですけどね。はい、まあ服とかでもね、ハサミで切った後、あの、なんかギャザーというか、まあそこの加工とかしたりとかしてね、まあほつれないようにしたりするんですけど、まあ革もですね、まあ切った後のところにこういうふうに処理をすることによって強度アップを図ったりとか、丈夫にすることができます。まあこの処理っていうのが、あの、コバ加工とか、まあいろいろ言ったりとかするんですけど、これがですね、あの、すごくあの、このブレイリオさん、丁寧なんですよね。はい、あの、ここのところね、まあ普通1回だけ処理するんですけど、もう5回もですね、丁寧にしてあるっていうの。あとはこのね、肉厚ですね。はい、あの、皮でもね、あの、この二重にしてたりとかね、なんかいろいろこういうふうな工夫とかね、いろいろされてるのが、あの、ブレイリオさんのすごいところになります。はい、でね、こんな感じのね、すごいね、マルチコインケースっていうね、なんかこういうふうな、あの、買いらしいやつがね、こういうふうにありましてね。はい、これをね、ちょっとあの、自分、あの、手に入れまして、それをね、ちょこっと紹介したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃあ、はい、こちらなんですよね。これが、はい、ミネルバボックスですよ。これすごいですよね。はい。まあ、これね、いろいろ、まあ、これ目が細かいやつとかもあったりとかもするんですけど、まあ、これ一点物ですね。で、まあ、ちょっとね、こういうふうに、あの、粗っぽいようなやつの方が、なんか育てがいが個人的にあるかなと、これに関しては思ったりもします。はい、ここのところのコバ、これがね、すごく丁寧な感じしてあるんですよね。まあ、こういうふうにね、いろいろ、なんか、あの、カードとかを入れることもできますし、ここのところに、まあ、小銭みたいなのを入れることもできます。で、ここにね、なんか、キーチェーンみたいなのもついてて、なんとね、これ、こうやって外すことができるんですよね。はい、これがね、非常にね、なんかいいですよね。まあ、外にこういう風にあの出るようにしてあげて、まあ、チャームをなんかつけてあげてもいいですし、中にまあお金を何個か入れてね、こうやってポケットに潜まして、はい、このエイジングを楽しむというのも、これいいやつだなと思います。はい、ご覧ください。ブレイリオっていう風に書いてあるんですかね。はい、まあ、こちらの方も手に入れた感じになります。あ、ブレイリオさんのあの先ほど言ってたこの飛行機、まあ、こんな感じのマークですね。はい、まあ、こんなところになります。まあ、インスタグラムの方ね、されてるんでね、ぜひですね、他にもいろいろ素敵な商品あるんで、まあ、見ていただけるといいなと思います。はい。じゃあね、あの、次はですね、あの、アシュフォードさんの方ね、行きたいなと思います。はい、それがこちらになります。はい。まあ、アシュフォードさんがね、なんかすごい面白いことされてたんですよね。これがね、個人的には、あの、一番、あの、あ、行きたいなって思ってたやつなんですけど、はい。オーダーメイドジャケットマルシェっていうやつをされてました。はい。これがですね、まあ、何になるかと言いますとね、これあの非常に驚きなイベントなんですけど、はい、なんとですね、まあ、M5 手帳、自分たびたびあの動画の方とかでもまあ出したりしてるんですけど、はい、こちらです。はい、こちら。まあ、これオプションでこういうふうなあの猫耳みたいなのもつけたりしてるんですけど、はい、このね、手帳のね、なんと素材、一式ですね、オーダーメイドできるっていうふうな、まあ、夢のようなね、なんかそういうような企画なんですよね。はい、革はこれにして、ここのステッチの色をこれにしてとかね、はい、内側のね、なんかこういうふうな、あの、革の色をどうしてとか、そういうのがね、なんとフルオーダーできるっていうふうなね、もうその夢のようなね、イベントをなんと今回されてた感じになります。まあ、それがですね、このオーダーメイドジャケットマルシェっていう感じになります。ですね。まあ、こんな感じですね。革をね、あの、この中から選んでくださいみたいな感じで、ブワーってこういう風にね、いろいろあったりするんですよね。ちなみに、あの、マスクプレゼントっていう風な感じに、あの、されてました。まあ、こういう風にブワーって、革がこういう風にずらーっと並んでて、まあ、この中から、あの、何番を指定して、あの、外側のね、この手帳のこの外側のとこは何番、この内側を何番、ポケットのところ何番みたいな感じで、こうやって指定していくんですよね。はい。まあ、かなりあの、ね、普通にあの、お堅く攻めるもありですし、もうすごいお遊びとか、こんなありえへんわみたいな、そういう風なね、組み合わせとかもなんとできるよっていう感じのやつになっております。で、革もこんな感じでね、あの、いろいろ吊されてた感じなんですけどね。なんかこんなね、青の迷彩模様みたいなのとかね、このクロコダイルみたいな、こんな片押しみたいな、
はい、まあ、でもこれ、クロコの型押しがされた、まあ、牛革みたいな感じかな、なんかそういうふうなやつがこういうふうにぶら下がったりもしてました。はい、まあ、他にもね、いろいろなんか魅力的な、なんかエキゾチックなやつとか、なんか変わったやつがね、なんかいろいろこういうふうにぶら下がってた感じです。もうすごい太っ腹ですね。でも好きな場所を取れ、部位を取れるみたいな、なんかそういうふうな、はい。まあ、これなんかすごい大胆に切ってあるところとかあるんですけど、もう好きな箇所をカットできるっていう感じなんですよね。これ、いや、すごいな。はい。で、あとはですね、それを、まあ、できたらですね、まあ、この、巾着の中ですね、はい、まあ、ポーチの中にまあ入れて、まあ、送ってもらえるよっていう感じなんですけど、ちょっとその場でね、作ることはまあできなくて、6月の末ですね、はい、まあ、やられた方は届くよっていう感じなんですけど、自分はこれやってまいりました。で、まあ、このポーチの方もね、なんかこの丸の部分がね、なんかいろいろ好きに選べるよということで、まあ、この辺も選んだ感じになります。で、革に関してはね、なんかこんな感じで、一見普通の革っぽいんですけど、なんか光の反射でこんな感じになったやつとか、なんかこういうのはね、すごいやつもあったりしたんですよね。で、ステッチに関してもこういう風に選べたりもしました。まあ自分はね、この中で、まあね、黄色を選んだ感じなんですよね。はい、まあこういう風なこともまあできたりもしました。で、リングのね、ところに関してもね、金具がシルバーかローズゴールドかなんと選ぶことができたんですけど、まあ自分ローズゴールドの方行ってみました。で、まあ、マスクもね、まあ、プレゼントされたっていう感じですね。で、ポーチに関してはこんな感じになっております。まあ、これはもう初めからできてるやつの中からこれに入れていただこうという感じで、まあ、これもね、自分届いたらまた動画にしようと思うんですけど、まあ、何人にしたかまた楽しみに皆さん想像していただけると嬉しいなと思います。で、マスクはこんな感じで、まあ、置いてありました。でね、まあ、この布、まあ、これを指定し、これとこれとこれって指定してあげるんですけど、こんな感じでね、ガラスの型がありまして、それをパンって当てて、まあ、カッターでこういう風に切り取るみたいな感じなんですけどね、はい、まあ、こんな感じで、はい、まあ、ガラスのやつが用意してありまして、はい、これ手帳に対してね、こんだけちょっと余分めの大きさでボンと切り取るような感じなんですよね。で、自分はね、まあ、どんな革にしたかというと、こういう風なね、外革はこんな感じのクロコダイルみたいなね、はい、こういう風なやつにしました。で、まあ、ここ場所取ろうかなとか、まあ、ここの場所取ろうかなとかね、まあ、この辺をいろいろ、まあ、検討したような感じになります。なんとね、これ、横方向じゃなくてですね、こんな斜めみたいな感じで、こういう風にね、取ることもできたんでね、もうせっかくなんでね、自分は斜めが珍しいんで、ちょっと斜めでね、やってみました。はい、というような感じで、こういう風に、まあ、ハサミでこういう風に、あ、ハサミじゃない、カッターナイフでね、まあ、こういう風に切り取ってもらったっていう風な感じになります。で、まあ、最終的にですね、まあ、こんな感じで、自分中身に関してはこういう風な白系で、ちょっとここのところが茶色になったような感じですね。はい、で、外側に関してはこんな感じのね、なんか黒子柄のこんな感じの手帳をね、ちょっとオーダーしました。で、ステッチに関しては黄色なんですけどね。はい、果たしてね、これどんな感じで仕上がるかっていうのがね、非常に楽しみです。これがですね、まあ、2021年6月末頃にね、まあ、お家に届くよっていう感じなんで、はい、また届き次第、まあ、紹介したいなと思います。ちなみにですね、今現在自分がまあ、愛用してる手帳っていうのが、まあ、こういうやつだったりとか、まあ、こんなやつだったりもします。まあ、これと同じサイズですね。はい、まあ、手のひらに乗るサイズで、まあ、街頭で配られているティッシュと同じサイズなんですけど、はい、まあ、これがね、どんな感じで仕上がるかっていうのはね、まあ、大体こんな感じだとは思うんですけど、やっぱりステッチが入ったりとかした印象も変わってくると思うんで、ちょっと楽しみだったりもします。ちなみにですね、まあ、この素敵なイベントとかね、まあ、アシュボドさんで今非常に顔となっておられる方が、まあ、こちらの方になります。じゃあ、はい、アシュボードのね、まあ、向井さんなんですよね。はい、まあ、この方、非常に面白い方でね、まあ、インスタライブの方とかでも非常に頑張ってもらうんで、皆さん、応援の方してあげてください。はい。というような感じがですね、大体ですね、自分、システム手帳サミットでいろいろ、楽しんできた内容になります。でね、まあ、こういうふうに、オーダーのね、この M5 のやつをやったりとか、あとは他にもね、いろいろこういうふうにちょこちょこ買ってたら、まあ、お買い物の方がね、まあ、ちょっと行きまして、はい、これをプレゼントしていただきました。はい、それがこちらになります。はい、こちらのリフィルボックスの方、はい、こちらの方いただきました。まあ、これはまあ紙になったこんな感じのやつですね。まあ、実際にまあ M5 サイズのまあリフィルとかまあ入れてみますと、まあこれぐらいの大きさになるよっていう、はい、まあこんな感じの箱をいただいた感じになります。はい、あ、で、まあ、こういうふうなね、感じで、まあ、大体、買ったものとか、あとは、まあ、写真の方もこれで紹介できた感じかな。はい、いかがですかね、皆さん。はい、結構、まあ、
こじんまりして、もう他にもいろいろ紹介したい内容とか、まあ、いっぱいあったんですけど、バーっとね、一気に、まあ、駆け足で紹介して、もう今はもう30分ぐらいになろうとしてるんですけどね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、いろいろ楽しんできた感じになります。でね、まあ、このイベントはですね、まあ、そうですね、まあ、今こんなご時世なんでね、来年開かれるかどうかとか、規模がどうなるかっていうのは分かんなかったりするんですけど、そうですね、まあ、このシステム手帳じゃないんですけど、まあ、梅田茶屋町店で次開催されようとしているイベントが、まあ、こちらになります。はい。まあ、梅田の万年筆フェスっていうやつ。まあ、これも毎年、まあ、行われてるやつなんですけど、なんとですね、梅田茶屋町店10周年記念みたいな感じでね、ちょっとこれは、アニバーサリーなんでね、なんか面白いことされるかもしれないんですけど、一応6月の26日、27日のこういう風な予定になってます。うん、無事に開催されたらいいんですけどね、まあ、ちょっといろいろ今大変な時期なんで、ちょっとどうなるかはわかんなかったりもします。まあ、最寄りの方、あとは遠方の方とかでもね、まあ、ぜひこんな感じの素敵なイベントを、まあ、されたりもしてるんで、まあ、感染症対策を十分した上でね、まあ、参加していただいてもまあいいんじゃないかなと思います。はい、というような、ね、感じなんですけどね、まあ、そうですね、今回のイベントで個人的にまあ嬉しかったのは、まあ、先ほどお見せしたこのアシホドさんのこれ、まあ、これが非常に楽しみだなというのと、あとはですね、このブレイリオさんですね。はい、まあ、ここのところなんですけど、ここがね、もう自分の中で印象がもうガラッと変わったのがすごい個人的にはまあ嬉しかったですし、おーってなったところなんですよね。いつもはガラスのショーケースの中に入ってもう眺めてるだけだった。しかも結構お堅いようなこういうふうな黒い手帳がすごい有名なところで、なんかすごいお堅いイメージがあったような感じなんですけどね。それがね、当日来ておられたね、まあ女性のスタッフの方なんですけど、非常にね、まあ、詳しかったのもありますしね、すごい愛情を持ってね、自社の商品とかをバーって紹介されてたりとか、もうそれでイメージがね、もうガラッと自分の中で変わったところ、これがね、非常にね、個人的に良かったなと思います。うん、まあ、こういうのってね、まあ、イベントならではですよね。なんで、あ、応援したいなとか、あ、買いたいなっていうね、思いが、湧いた感じでしてね。はい、まあ、こんな感じのやつを手に入れたりとか、まあ、他にもね、まあ、いろいろ自分も手に入れたいなと、これ、思った感じになります。非常にね、いい質感だったんですよね。まあ、いい感じの出会いになったなと思います。本当にね、まあ、ブレイリアさんの方、ありがとうございました。はい、非常に丁寧にね、対応いただいたとか、いろんなことを教えていただいてね、まあ、魅力の方を知れた感じになりました。はい、というような感じですね、まあ、いろいろ喋ってきたんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、このシステム手帳サミット2021年の春のまあ紹介でした。まあ、詳しくはですね、この長沢文具センターさんの方、結構このインスタグラムとかもやられたりもしてますし、そこのところで写真とかもいろいろ上がったりとかね、ライブの方とかもなんか残ってたりもすると思うんで、ぜひそちらの方もね、合わせて見ていただいたり、応援していただけるといいなと思います。はい、というような感じですね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンを。で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。